栃木県宇都宮市の小学校で給食に出されたタケノコから国の基準を超える放射性物質が検出されていたことが分かりました。宇都宮市によりますと、市立横川西小学校で10日の給食に出されたタケノコご飯のタケノコから最大で国の基準の2倍を超える1キロあたり234ベクレルの放射性セシウムが検出されました。 県によりますと市内の男性が出荷制限地域で取ったタケノコを混ぜて卸売業者に出荷していました男性は出荷制限自体を知らなかったなどと話しているということです栃木県では福島第一原発の事故以降現在も5つの市と町でタケノコの出荷制限が続いています